おつってす。今までにあった最大の修羅場ポンド。今まで生きてきてすごく衝撃的だった体験208度目。吉見家なんて知らなくても地面を見たらわかるだろう。一人噛みついていたおじいさんがいたけど。次すれ来て一番最初に言うことがそれ？前すれ終わって嵐もいなくなるかと思ったのにまた湧いてきたじゃん。バカなの？ただし、実、家、ってなんだろう？初めて見た単語ですけど、おじいさんのしつこさは異常。私たち母娘は母子家庭、私も娘も発達障害で昔はいじめられ娘も小学校でいじめられている。いじめをなんとかしようと担任や校長や教育委員会に相談するもすべてどうしようもない転校したらどうですかと言われた。さすがに我慢できなくなり親がいじめっ子に直接どうか妻がいに脅したらいじめは止んだというコピペを思い出し娘を連れていじめっ子 A 子のいる公園にデコした。A 子を見つけ問い詰めると最初はしらばっくれて取り巻きの男子たちと笑い始めた。私が強く大人を舐めるなと言うと A 子は舌打ちをして小学生のくせにタバコを取り出しライターに火をつけ一服してあなたの娘ちゃんのせいで授業は遅れるわ無駄な迷惑かけられる派手邪魔なんですよいじめられるくらい我慢してくださいなと娘を罵った。しまいにはがまるじとはいえこちらにも情けはあるさっさと支援学級行くか転校してくださいと言った。私は我慢できず思わず手を挙げ栄子をはたこうとしたら頬に当たる前に栄子は手で防御した。交渉決裂ですねあなたも痛い目を見ないとわからないようなので教えてあげますよ。取り巻きの男子たちやっちゃってと指示を出し、小学生なのに2メートル以上はある男子たちが一斉に私たちにめがけて殴りかかった。女性な上子柄な私たちはなすすべもなく殴られ続け栄子はがまるじの分際で調子に乗った罰ですと娘の服を脱がしそして裸になった娘を取り巻きの男子がズボンを脱ぎ半丸始めた。がまるじのくせにいい体していて気持ちいいですよ栄子ちゃんと取り巻きは叫び私は気絶した。気がついた時には私は精神病院におりあの時から10年経っていて娘は自丸したと聞いた。絶望に打ちひしがれていると看護婦がやっていた。その看護婦はよく見たら成長した栄子で大変でしたね。でも精神病院のありがたみが分かったでしょうと微笑み病室を後にした。もう逃げられない私はそろそろ命を絶とうと思う。あとググれば一発でわかるのに調べようとしない進歩のない人だね。本当は分かってて言ってる偏屈な性格。しかも何回も繰り返しレスする。粘着質さがキモい。実生活では応用が効かず、人の意見も聞かないって評価で、周りから鬱陶しがられてる人じゃない？吉見家という言葉はおかしいとした人が過半数を占めましたが、問題ないと許容範囲を合わせると4割強の人が容認しました。新聞では使用を避けたい言葉ですが、最近刊行された辞書では見出し後に、再録したものも見られます。両親からやつまる扱いされ特養で休みなく働き収入すべて両親に吸い取られ精神的にも追い詰められてた数年前は本当に修羅場だったんだな、と療養できてる今つくづく思いながらスレを眺めてる。それほどの修羅場でもはないけど、うちの会社に読書家の後輩がいた。ある時、後輩が会社に持ってきた本を先輩が勝手に捨てたことがあった。その理由は本を読んで賢ぶってるのが気に食わないというわけのわからないもの。後輩もそんな問題のあるやるでもなく、コミュニケーションも取れていたので、本当にただのやつ当たりでしかない。で、後輩は会社で声を張り上げて切れたのだけど、先輩もそこまで怒るとは思わなくて、尻込みするほどだった。先輩的にはちょっと懲らしめる？程度で、最初から弁償するつもりで捨てたらしい。だけど、捨てた本が絶版かつレアリティの高いもので、日本の古本屋サイトで最低28万円もした。そしたら先輩がダダをこね始めてこんな貴重品を持ってくるのが悪い本ごときにこんな大金払うなんてアホらしいと言い放った。結局後輩は上と掛け合って、先輩は弁償と平江の降格が言い渡され、居づらくなったのか会社を辞めていった。先輩がまあだな。3年前の夏に娘と氏高が被害者、被疑者の両方で立件されかけたのが娘にとっての今んところ人生最大の修羅場。フェイクあり。
3年前の夏に娘がバイトの帰りに性的暴行未遂の被害に遭った。犯人はその場で娘の通報により駆けつけた警官に逮捕。ちなみに娘は当時で合気柔術歴12年、アンプシャープ4歳から習ってて当時初段。結論から言うと、犯人は肘を脱臼靭帯断裂、片手の小指と薬指、親指を骨折アンプ腱断裂、特に小指はねじ切れる寸前だったとのこと。ざまあ。事情聴取の際の警官の話によると、段持ちということもあるし被疑者の怪我の状態が尋常じゃないので過剰防衛として一応調書は取ります。が、性犯罪という悪質な犯罪の被害に遭われてますし、検事の判断になりますが正当防衛が認められると思います。と丁寧に説明してくれた。実際に検事の聴取でも書類と状況の確認のみで、罪に問われることはありません。事件のことは忘れて心のケアに注力してください。とありがたいお言葉。娘自身は私前科つくのかなしょぼーんとビビってたみたいだが、その後、担当刑事さん女性からの勧誘がすごかったとか、この度娘の婚約が決まったので記念書き子、未来の旦那には絶対に喧嘩はするなと忠告、娘には暴力はいかんぞ、と説諭。数年前に知人以下 A から安倍政治を許さないと書かれた年賀状を受け取った。 A は保守的な人だし大企業勤務だから絶対自民党支持のはずだし、そもそもそんな非常識なことする人ではないのでどうしたのか聞いてみた。すると別の知人から聞かされて青ざめた、嫁の仕業だと平謝りされた。 A は毎年嫁に年賀状作成を任せているが、嫁と面識のない相手の年賀状は自分で作成してほしいと何年も言われ続けていて、その年も押し問答の末全部嫁にやらせたが、嫁から出す前にこれでいいか確認してと言われて年賀状の束を受け取り、嫁を信用して文面も見ずに投函したという経緯。嫁の言い分は面識のない相手の分まで丸投げされるのが嫌で、毎年文句言ってるのにその年も押し付けられて限界に達し、送ったらやばい文面にすればさすがに自分でやるだろうと思って撮影。念のため確認しろと言ったしまさかそのまま投函するとは思わなかった。A に怒られるまでてっきり安倍が年賀状は郵便局で交換してもらって、普通の年賀状を作成して送ったものと思ってた、と。当然 A は激怒。が、嫁は確認しなかった A の落ち度と譲らず、正月明けに離婚したと聞いた。4年ほど前に離婚したよ。理由は嫁の不倫だった。俺が仕事が忙しかったのは事実だが、それでも可能な限りは家族サービスもした。月に一度、外食に連れて行ったりもしたのだが、それでも結局、外で男を作りやがった。追求すると、あっさり青い髪を突きつけてきたのだよ。ふざけるなって話。結局、離婚という話になったが、慰謝料とかも、もちろん請求したが、向こうは二人の子供の親権と養育費を請求してきた。結局、これも受け入れるしかなかった。離婚調停でそうなったのだ。子供を塾に通わせる時に送り迎えしたり、毎日、一緒に食事したりと、子育てに寄与したのは、圧倒的に嫁の方だからとな。そんなの主婦の嫁の方が有利なのは当たり前だろうが、それで養育費を一括で支払ったよ。分割で支払うとなれば滞ることもあるからと向こうが嫌がってさ、18歳までの二人分の養育費だ。家が建てられるほどの金を出したが、借金までしてなんとか支払ったよ。今もそのローンが残っている。それで終わったと思っていたら、最近になって、嫁の方が再婚相手と子供がうまくいかないから引き取れと言ってきた。それなら養育費は4年分を差し引いた分を返せと言ったが、そんなの残ってないと言って拒否したのだよ。あの金はあくまで養育費であり、子供たちのために使うものだったのに、嫁は自分のために使い込んだようだ。さすがに頭にきたよ。こっちも新しい生活があるから、
すぐに子供を引き取るということができる環境でもないし、それで引き取る前に DNA 鑑定しろと嫌味を込めて要求したが、嫌がったのだよ。子供がかわいそうだとかそんな使い古されたワードを使ってさ、これは図星かと思ったから、引き取る条件に鑑定を要求したよ。それで鑑定をしたら上の子は俺の子だったが、下の子は違っていたよ。さすがに頭にきたから、下の子の分の養育費をこれまで支払った全てを返せと要求したくて、弁護士にも相談したが、それは難しいとのことだった。仕方がないと上の子だけ引き取ることにしたが、釈然とはしないよ。コレクションなんて他人にとってはどうでもいいものが多いだろ。それでも勝手に売ると過論外。しかし、家族の共有スペースに放置されてるなら捨てられても文句は言えんと思うがな。捨てられたくないならちゃんと管理しろってこと。それも嫌なら家の掃除は嫁に振らずに全部自分でやって、整理整頓も自分でやれ、と俺なら言うわ。まあ、お前んちのことはどうでもいい。年末から今日までの4年。妻が私と結婚した理由を3年目にして初暴露主に性癖。夫婦仲が離婚の危機に。上記の件で喧嘩で人情沙汰。妻が私へ対して包丁を向けてきた。擦り傷程度。仲直りして戯れていたら私が肩を脱臼。全治1週間程度の軽度。妻の元交際相手女性が家で子。私に掴みかかってきた妻の元彼女を、妻が顔面パンチで流血沙汰鼻血と唇を切る。年末の忙しい時期に家で冷戦かと思いきや、武力行使が行われて心身ともに疲れた。第一子が予定よりかなり早く、かつ危険な状態で生まれちゃったもんで即集中治療室入りしてたんだけど、その間に妻がこんなことになったのは私が早く会いたいと願ったせいだと気に病んだ結果マジでメンタル病むまで至ってしまい、妻まで長期入院になった時が人生の修羅場でした。子供を妻の地元の病院に残し、妻をメンタル系の別病院に入院させ、自分は仕事のために自宅へ戻った際、次に帰ってくる時は3人一緒なんだ、楽しみだなぁとワクワクしてた瞬間を思い出して本当に心が泥に沈むような気持ちになりました。で、それからどうした？小6で先生から目が悪いからメガネ買うように言われたと親に話したけど、視力検査の時にふざけてるからよ親は視力検査見てないまたは、目が見えない人の真似してまたはそんな本の見方してるから自業自得。いくら授業中でも見えないと伝えてもやる気がないとからよと言われる。中学のどの担任も同じように言うが、まだふざけてるのかと親から言われ与えられず。高校で担任がしつこく何度も言って、ようやく腰を上げてメガネ屋に行く頃には最初から分厚いレンズになったが、いやいやまだふざけてるでしょうと2ランクぐらい眼鏡の厚さを下げられた。つまり目には合ってない。ただ以前より格段に見えるようになったから、もうそれだけでよかった。その頃には完璧に勉強に追いつけなくなってたし、わけわからなかったがなんとかこのクソみたいな学力で大学まで行けたのは良かったけど、受かった後で親から言われた。母おばが祖母を、介護してるんだけどおばの人生が大事だから大学卒業したらあんたが祖母の面倒見なさい。それから就職しても良いでしょう。父、自分の仕事仲間しか興味ないので特に何も言わず。大学在籍中に祖母が亡くなったが、在籍中は月の休みの1日は祖母のところへ行っては介護。卒業したら面倒見るんだから、今のうちにね。とのことで、卒業後の生活費は？と聞くと、祖母がデイサービスに行ってる間にバイトでもして頑張れ家事もしろご近所付き合いもね、あと親戚付き合いもあるから頑張れ。のみ。ストレスでいと頭が痛くなった時も仮病扱いだし、大学の時、親の友人がアパート近くに住んでたから何しているかも親に筒抜けだし、講義終わりの時間を親が覚えずまだ学校だと、遊んでいるのかと電話でぐちぐち、大学終わりに拒否しないと切れる。親に反抗して友達とオールでカラオケ1回試みたら、1時間に1回電話して帰宅したか確認。あなた親を騙すように育てた覚えないけど、家にいるのね、へえ？と最後に追い打ちをかける電話を受け取る。
その言葉に心臓ドキドキして早く一人暮らししてるアパートに帰らなきゃと思い楽しめない。最近親がニュースで見たらしいヤンマルケアラーはひどい。子供の人生潰してるとか言ってるけど就職させず介護させようとした人のセリフじゃないなと未だに心の中で親との関係性に悩んでいて修羅場。特に下書きしてないから見やすくないと思う。ごめん、小学生の時に通り魔に刺されて切られた。自分自身はその時の記憶がすっぽりと欠落してるので、家族から聞いた話。ちなみに刺された状況は親が警察や目撃者裁判で証言してくれた近所のおばちゃんに聞いたことをまた激した。おばちゃん曰く、帰宅してた俺に走ってきたおっさんがぶつかったように見えたらしい。おっさんがなぜか両手をジタバタさせて別方向に歩き出した後に上半身真っ赤な俺が突っ立ってたとか。まあ結果から言うと逃げたおっさんは心を病んだ人らしく、その日のうちに警察に逮捕された。裁判でも罪に問えず、折り付きの病院に収容されて後は知らん。今でも出てきてないか、中出た品だのかどちらかだろう。俺はといえば、記憶にあるのはあちこちが熱くて痛くて動けない状態で病院のベッドにいたところから。傷は刺されたのが右おパイの脇よりに2箇所、ニュースっぽく言えば肺に達する深さだったらしい。切られたのは右こめかみから耳の横と顎を通って首から鎖骨までと、多分かばおうとした時の右手のひらと二の腕。不幸中の幸いなのかやっぱり不幸なのか、切れ味が良かったので傷は目立たんこともないが、遠目でもわかるほどではない。その代わり深かったので少しだが指の動きに障害が残った。未だに刃物にはトラウマで、包丁を見るだけで涙が出て震えが止まらなくなるなんてこともなく料理好きだしゅ。ただ切られた痛みだけは記憶にある。熱いような、冷たいような感覚がさっと顔を走ったんだよね。事件自体の記憶はないのに変だよな。ちなみに医者カウンセラーの話によると記憶がないのは恐怖や痛みの記憶から精神を守るための防衛機能なんだって。ただ将来的になんかのきっかけでフラバが来るかもしれないって言われた。当時地元ではかなり大々的に報道されたからフェイクあり。最後に、中学の時のあだ名は花山う。コクペ、今大丈夫でしょうか。現在進行形の修羅場です。消えてもらっていいですか？とりあえず書いてみたら、録音したのは、お給料を取りに行った時に生産性がないから意外役を言われて3万だけ払ってやると言われた時に録音していたものです。それの音声データを働いていた時に任されていた企業 LINE に、辞めてからの状態で流しました。企業 LINE に音声データを流したことが犯罪にあたり、そのことでオーナーが警察に相談した状態でお前のところに警察連れて行くからなというようなメッセージを送ってきたので、私も警察に行って事情を説明したということです。中止になったのが修羅場ではなくてキモいおっさんの送別会に強引に参加させられそうになったことがでしょ。コロナとか本質的な問題ではない。方よ。差しね。以下のゴミカスクズ底辺高校を卒業したやつって役に立たないゴミが丸字ばかりだよなう。たとえ東大に進学したとしても堅よ。さしね。以下のバカ高校出身のが丸字は低学歴でゴミだな。中卒のやつ、高卒のやつ、専門卒のやつ、日東コマ線参勤交流以下のレベルの私立大学もしくは STARS 以下の底辺国公立大学を卒業したやつは生きている価値のない知的障害者だからな。そんなゴミみたいな学歴のカスは生きていて恥ずかしくないのかなう。方よ。差しね。以下の全日制高校、通信制高校、定時制高校、高専に入学したやつは生きていて恥ずかしくないのかな。それと中卒や高卒認定のゴミも生きている価値がないからな。方よ。差しね。以下の底辺高校に入学したやつらは全員生きている価値のない知的障害者だからな。そんなゴミみたいな高校出身の知的障害者は哀れで惨めなゴミだなう。宮遣いやってや理不尽なこともあるわな。ふざけんなと思ってもそれもまた人生の一部。気を落とさないでね、と書いたのですが、
自分の問題じゃなくて降格減給は生活にダイレクトに影響するんだよってご返信いただきましたが、その通りですね。私にはこの先風向きが変わりますようにと祈ることしかできません。私の人生であったとんでもない修羅場話していいですか。私が小学生ぐらいの時からたまに家に来てる男がいたんです。私は母子家庭で母と妹とに人で暮らしていました。その男はいつも母といることが多く、部屋の扉を閉じて二人で話してる今思えばやってたんだと思いますことが多かったです。でもこの男は私や妹によく暴力を振るってきたりして、私たちはその男が大嫌いでした。妹に至ってはあわよくば他品でくれとたまに言ってたほどです。私が学校でいじめられるようになって母に相談しても、あの男が現れ私が悪いと言い叱ることが多かったです。あの男は私の家で自分が偉いかのように振る舞ってました。さらにあの男は自分のことを誰かに言えば母が捕まると言っていたので、私たちは何もできませんでした。後に分かったのですが、母はあの男に洗脳のようなものを受けていたらしく、あの男の言いなりでした。母も母で DV で離婚しており、幼い私たちを育てるのに苦労していたので仕方ない部分もありますが、私が中学生になる頃には高校生に至るまでに性的なことをされることが多くなりました。キスするように言ってそれまで拘束する、お尻などを触ってくる、全裸の写真を撮るなど今思い出しても吐き気がしそうなことをしてきました。妹も私が強姦されるかもしれないと思い、あの男がやってきてからは私にあの男が好きなようにできないようにと目を離さないようにしていました。続きます。母親とは入籍しなかったのに、なんで娘とはしたんだろ。いろいろと気持ち悪い親父だなぁ。母親は入籍したがってたのに無下にして、娘は嫌がってるのに無理やり婚姻届を出したっていうストーリーを勝手に脳内で作り出してそう。知り合いの阿波嬢は声と体型が自分の父親そっくりってだけの理由でどうしても無理って次回から NG にした客がいたとか、百戦錬磨の阿波嬢でさえ声と体型だけでそれなのに、やっぱり娘も気持ち悪いや。幼馴染が性犯罪者になり果てた。会社の部下にしつこく求婚したり、肉体関係を求めたらしい。その上その理由がその部下がセクハラを素直に受け入れていたからしいけど、実際は拒否したら逆上され怖かっただけ。幼馴染は騙されただの言っているけど、10以上上の男に逆上されて怖くない人はなかなかいないだろ。本当にクズすぎる。そしてそのことで助けてくれと言われた時が自分の修羅場。治療法が確立されてない脳の病気だからなぁ。まだ法整備とかの社会対応ができてない過渡期なだけであって、将来的には野放しに走らない方向に行くと思う。去勢とロボトミー手術しちゃえばいいのに。住民票に事実婚と載っても関係性が明らかになるのは内縁関係の妻に関してで、その子供との関係性は記載されないだろ。仮に血が繋がってたとしても、帰着出資として出生届の父親欄が空欄なら養子縁組か認知しない限り法律上は他人扱いだし、きっぱり断っても嫌がらせされたり最悪コロコロされるからね。衝撃的なスレの話題になるが、大学のサークルで実の父親大好きっ子がいて、マジで父親と結婚したいと言っていた女性がいた。つうか、なぜか俺の周りにそういう性的に変態な女の人が多く、いろいろ話を聞くことが多かったというのが、個人的な修羅場。言いやすい、聞いてもらいやすい雰囲気があったのだろうか。ただし有馬丸はいなかった。フロイト曰く、人間は生まれた時は実の親を含めた全ての異性に対して欲情するようにでいていて、成長するにつれて血のつながらない相手にしか興奮できない非血縁者フェチっていう変態になっていくらしいから、変態にならずに真っ当に成長できたか。変態的な色眼鏡を理性の力で外して一人の男性として父親を評価できる賢い女性かのどちらか。それは性癖じゃなくて単純に家庭人として男としてできた父親だったってだけでは。お前には1ミリも興味ないからモーションかけてくんなよ。という牽制として使ってただけかも。結婚15年で、未だに実刑と結婚したいって言ってるおばさんがいる。
願いが叶ってか旦那さんが倒れて半年間入院、その間に実刑と子供と新生活を開始。だが旦那が気力で半身麻痺を克服して退院、退院日に病院に入院延長を頼み込む奥さんの狂いよう。つうかなぜか俺の周りにそういう性的に変態な女の人が多く。お前には1ミリも興味ないからモーションかけてくんなよという牽制として使ってただけかも。おつー。俺の修羅場。俺が中3の時、中1にめちゃくちゃ可愛い子がいた。学校のアイドル的存在で、男子から告白されまくってた。俺の友達も告って振られてた。俺も密かにいいなと思ってたけど、何もなく卒業。2年後、弟とその子が付き合い始めたことを知った。弟は中2で、その子が中3で、弟がもうアタックして付き合うようになったらしい。内心で羨ましすぎて修羅場だった。その子が高校生になっても、弟が高校生になっても、付き合いは続いてた。で、真の修羅場は弟が高1でその子が高2の時に二人がやってるとこに遭遇したこと。家族が留守の日に弟が部屋に連れ込んでやってたんだけど、俺は予定が早く終わって帰宅して部屋に入ったら、弟がすっぱだかで焦ってて、その子は一瞬で毛布に潜り込もうとしたけど同じくすっぱだかで色々丸見えだった。ちなみに俺と弟は部屋が同じ。弟がその子を背中にかばって毛布かき集めて隠しつつ兄ちゃんすまん、出てってくれ。え？え？あ、ごめんみたいなやりとりした。部屋を飛び出し家を飛び出していろんな思いでぐるぐるしながら近所を歩き回った。当時の俺はまだ童丸だった。ショックが大きくて、その子の可愛い笑顔とか思い出して。弟があの子とやってるんかよそりゃそうかもだけどさ俺まだ童丸なのに。みたいな、あの時の感情は未だに忘れられん。ちなみに弟とその子は大学生になっても付き合ってたけど、いつの間にか別れてた。だけど、書き込んでから気になって弟に別れた理由聞いてみた。理由、弟の浮気だったわ。大学生になったあたりから他の女も知りたくなってふらふら浮気してはバレて泣かれて。何回目かにバレた時振られたってさ。確かに決まるぽく去るべき。お前あんな可愛い子ともう二度と付き合えんぞって言ったら。俺もそう思ってる。尽くすタイプだしいい子だから結婚したかった。中学で出会うんじゃなく結婚したい年齢になった時に出会いたかったってさ。私からも一口、丁寧に頼むよ。満足していただけましたか？お口の中で、中丸の管理してるアマゾンショップで購入したら、カスタマーサービスがいい加減すぎて星を少なくレビューすると、怒り狂ってうざくて修羅場日本語は話せるだけで会話ができない。今晩書き込みしてよろしいでしょうか？今夜、じ、誰かが死ぬ。で、兄ちゃんは脱道丸したのか？わらべ丸といや、中学で道丸卒業した時思わず仲丸ししちゃって、相手の子に生理が来るまでが修羅場だった思い出。こんな偶然ってあるもんだなって思う偶然があってね。会社の仲間に誘われ合コンに出たのだが、その中に俺の妹がいたのだよ。妹といっても、中学の時に両親の離婚で別れて、俺は姉と一緒に親父の元で、妹だけがお袋についていったので十数年も会ってなかったが、話しているうちに彼女の名前からピンときて、妹だと気づいてね。そしたら妹が俺をすごい目で睨んでくるのだ。驚いていると、俺が妹を家から追い出したことになっているらしい。そんな覚えは全くない。妹が家を出ることになったのは、両親の離婚の上のことで、親父に一方的に言われたことだった。それがなぜか、俺と親父が妹と母を家から追い出したって話になっているそうだ。それも親父が浮気して一緒になって追い出されたのだと。親父が浮気したかどうかもわからないし、妹が出ることも突然、親父から言われただけで。俺も詳しいことは知らなかったが、両親の離婚の原因は知っていた。それは妹の言っていることとは違う内容だったし、少々、面を食らったが、まあ、考えてみれば、母親にしてみれば娘には本当のことは言えなかったのかと、思ったよ。それで親父とこの話をするのは抵抗があったから、
姉と連絡して、このことを話すと、姉はため息をついていたよ。離婚の原因は母親の側にあった。妹が親父の子供ではないことが分かったからだ。妹の本当の父親が誰なのかまでは知らないが、当時、高校生だった姉には、離婚の詳しい経緯は親父は話したらしいが、俺には妹が父親が違っていたことは、後になって知った話だったよ。なんで、俺が追い出したかって話になっているのかは、よくわからなかったが、後になって知った話なら、他の兄弟たちと同意して離婚して妹も家から出すことが決まったと。そんなことを親父が言ったからのようだ。聞いてみると、俺には相談はなかったが、姉は親父から、妹をどうするか尋ねられたのは事実らしい。それで姉は妹を家に残すことは反対すると言ったそうだ。姉の親友とエマルチしてたところを姉に見られる矢印、姉は俺が親友をエマルプしたと勘違いして激怒。俺41歳修羅場は生まれた時から背負ってるようだ。修羅場癖はたまたそういう星の下に生まれたようだ。私生児。養父母からの。出来婚のはずの元嫁がたくらん。生活費のために丸春。会社社長からの託卵依頼。二人目の婚約者浮気。代々そかなもんかな。職場でいじめられてたんだけど、たまたま俺をいじめていた先輩の子供が交通事故に遭って怪我をしたって連絡があって、お前が俺の久保と指導久保と奥久保と逆恨み久保として仕組んだんだろ。と言いがかりをつけられて、それを真に受けた他の先輩たちも加わって集団リンチされた。警察沙汰にしたけど子供が怪我をしてパニックになっていたからって理由で厳重注意程度で済まされた上に、仲間を警察に売るような奴は信用できないって言われていじめがさらに加速。どうにもならないからやめた。指導じゃないよな。行き過ぎた指導なんだから、特殊な属性の人たちかな。そもそも何が原因で最初のいじめが始まったんだろうね。周りの同僚も事故を仕組んだなんてバカバカしい言いがかりを。真に受けること自体頭おかしいし、底辺職場の匂いしかしない。子供の頃に勉強くらいしとけばよかったんだよ。一応そこそこの大学は出てるんだけどね。今は大きい会社でも過去にしょぼかった時期があると。年齢が上の人たちみんな底辺ってパターンがあるってことを今回学んだよ。そんなしょうもない会社辞めるのは当然としてやっぱり罰を与えて欲しかったなぁと。罰を与えても与えなくても俺の人生には何の影響もないからなぁ。逆恨みされて攻撃される可能性を考えたら、多少の憂さ晴らし程度のために払うリスクが高すぎる。ちゃんと病院行って診断書もらってから弁護士連れて警察行けばよかったのに、あ飲んでると変な書き込みしてるしょ。土日彼女とのデートで彼女が謝りってきたごめんなさい父が変な。誤解をして俺娘は可愛いもんでしょ仕方がないでしょしょう。でね悩ましい声はなんで彼女真っ赤な顔で聞かないで俺いやいやそこは。無実罪だよね元されとしてちゃんと説明聞かなくちゃ彼女曰く。俺血の DVD 拝借してのおば罪だったらしい S 根性出して問い詰めるかしょう。欲求不満で妄想書き込みか女が A 丸みたいに派手な喘ぎ声出しながらオナニーすると本気で思ってんのかわらべ丸かよ、お前、新ママにロックオンされてるなぁ。きちんとした人は男手がないからってそうそうよその男を頼らないよ。修羅場というか理不尽な体験というか、小学校の遠足時、キロ車が自動の列に飛び込んできて、何人かが怪我をするという事故があった。女児の怪我が多くて、顔に傷を負ったり手足に傷がついたり、そういう子が何人がいた。小学生男子だから、怪我をしている人をからかったりしていた子もいたが、先生から事故のことでからかうのはやめなさいとお叱りがあり、まあその辺は言わないようにしていたのだが、ある日クラスの A 子から、俺君が私 A 子の怪我のことでいじめると本人から訴えがあり、そんなことはしていないんだがと思いつつ放課後教務室へ呼び出された。毎度毎度せめて会議をやめるとかできないの？まず無料や定額の法律相談や法テラスを頼れ。それとそんな悪質な会社はさっさと切れ。正社員でもないのにしがみつく意味がわからん。宅配のバイトなら口はありそうだが。
もしかして赤棒みたいなの？自分ではまだ雇われ会社員のつもりみたいだけど、形式的には事業者と事業者の業務の契約なわけだから無事に荷物を届ける責任があるし、壊したのなら賠償責任を負うというのは普通の考え。その辺の現実を正視して覚悟を決めるところから始めなきゃ。実質的には雇用関係だから責任は限定的だと主張する先方ももちろんありうるけど、詳しくは専門家に相談しろとしか言えない。とにかく社員気分はやめとけと思ったけど、圧迫面接みたいなものって就職活動に対する恐怖を植え付けて、理不尽な待遇でも無職に戻るより張って思考にさせる効果もあるんだな。ググったらこんなの出てきた。最初に注意しとかんといかんな。個人事業主であるフリーランスをパートナーに事業を行っている会社もたくさんあります。人件費というコストを抑えるために選択肢として間違えているとは思いません。ただ、冒頭のように採用を応募してきた人に対して打診するのはほぼ偽装請負いですよね。そもそも採用募集自体が嘘なんですから。応募者でこういったケースに出くわしたときは、その会社は避けるべきでしょう。ある一面だけで、他にもブラックな部分は多くあると思われます。会社側がコストを下げたいからと同じことを考えているのであれば、それも避けるべきです。組織を大きくしようと考えているのであれば、優秀な人材は会社に泊まってもらうようにしなければいけません。会社都合で個人事業主になってと言われた人が、永遠に会社との関係を続ける可能性はかなり低いでしょう。月次でかかるコストである人件費を抑えたいのであれば、最近ではクラウドソーシングも流行っていますし、採用で人探しをする必要はありません。これだけは言えるのは、採用絡みの話で個人事業主の話が出てくる場合は、限りなく黒に近いと言えるくらい怪しいです。注意しましょう。ちなみに個人的な感想で、バイトで構成福利がいいのはマック、ドライブスルーなしの24時間営業の店。深夜ならそこまで忙しくないし、深夜時給になる。残業も分単位で出る。家族がバイトしてた、体温も環境はいいって言ってた。まあ店舗によって違うんだろうけど、マックは学生や外国人や主婦が多いから、失業した中年男性が応募して採用されるのはなかなか難しそう。これも店舗によるんだろうけど、歓迎会じゃ勘ぐられるよな。ですが歓迎会の間違いです。積極的に参加というのはこちらの書き方がおかしかったです。同期はもともと参加はするつもりだけど、歓迎会を盛り上げたり取り仕切るのは他の人に任せますのスタンスで、そのスタンスについて積極的に盛り上げたり取り仕切ろうとしないと何されるかわからないという意味で、積極的に参加しないとと書いたようです。申し訳ありません。関係会って何？会に出ないのならお持ち帰りもされないのでは？むしろお持ち帰りされたくなかったら出ない方が良いでしょ。弁護士の無料相談行ってきました。結論から言うと、やっぱり700万払って仕事を続けるか、700万払わずに退職するかの二択しかないとのことです。700万を無効にすることは難しくないけど、その後会社にいられなくなることは現実的に防げない。ここから先は法律ではなくて仕事探し生活に戻ることと700万払うことのどちらが嫌なのかという、私自身の気持ちの問題だと言われました。今も求人を見ようとしたけど、どうしても仕事を探すという行為がおぞましく感じられてしまい、見ることができませんでした。今宗教に勧誘されたら引っかかってしまいそうです。自分自身の無能さが憎いです。簡単に就職できるまともな人間ならこんな苦痛を感じなくて済んだのに、無料相談の弁護士に次の仕事早く見つければいいじゃんって軽く言われたのもきつかった。俺くらいの無能なんて立派な仕事してる弁護士様の想像力の範囲外なんだろうな。職種を選ばないんだったら仕事なんていくらでもある。とりあえずバイトしながら仕事探せ。仕事ができない無能？今まで何個仕事した？仕分けの仕事は、警備員は、介護は、清掃は？まずは自分に合った仕事を探せ。
その職種が合わないと思うんならとっとと辞めて、他の職種を考えろ。下手すりゃ3年の稼ぎを返しながら仕事するなんて無理。詐欺案件に近いのに頑張って、気合い入れろ。一生のことだぞ。何個受けて何個落ちた？昔、バイトの募集かけた時、募集人数一人に対して数十人の申し込みが来たぞ。これは特殊な例だけ倍率が高い、優秀な人がいた。とか、お前の考えてるより面接落ちてるやつは多い。いやでも面接の数こなせ。落ちても自分のせいにするな。あと、ファストフードやコンビニの、夜間バイトは採用率が高い。まずはそこで収入得てから正社員への転職考えろ。毎日求人サイトや転職エージェント就職支援サービスへとくから20件の求人が送られてきて、全部に応募して月2社面接してもらえるって生活を2年くらい続けてて、途中で完全に嫌になって応募できなくなった時期とかもあるから応募したのは5000社くらいじゃないかな。そのうち落ちたのは今の会社以外全部。ありえないだろ。個人情報隠して履歴書あげてみろ。絶対何か問題あるよ。じゃあバイト行ってくる。江頭かよ。最後に一言。本当に採用される仕事がないのなら福祉に頼れ。そんな無能が700万も返せる仕事にありつけたのがおかしいと思わないか？じゃあの。このまま仕事続けても700万が減ることはなさそう。たった700万円ぽっちで自丸とか。ぶっちゃけあと何年生きるか知らないけどどうにでもなる額だろうに。仕事辞めて生活保護、自己破産して生活保護？試験受けて50万。あとや YouTube で大富豪がからお金稼ぐ番組で、不法投棄されたトラックのタイヤ転売して、金稼いでたぞ。お前も試してみろよ。お前ら、本当に自丸はせんやろみたいな雰囲気出してるけど、こいつが本当に追い詰められてたらどうすんだよ。どうもしまるうよ。顔も名前も知らん他人やし、本人が相談じゃない、報告だ。って言ってるんだから好きにさせれば？他人の人生、セルフでゴミ箱に捨てようとどうしようと知ったこっちゃないわ。自丸に追い込んでおいてセルフだって言い張る神経が理解できんわ。修羅場すれが相談すれになってて笑い。隣町のおっさんに不倫疑われた時が修羅場。俺30代前半。俺長女幼稚園年中。おっさん30代後半。おっさん長女幼稚園年中。おっさん次女未就園児。ある日、俺仕事終わりに会社の駐車場で二人組の男に話しかけられる。男俺さんですか？俺はい、そうですが何か？男を話したいことがありまして、お時間よろしいでしょうか？何の話かはここではちょっとってことで近くのファミレスでと言われ自分の車で男たちの車についていった。ファミレスにはおっさんがいて男たちは俺の横とおっさんの横に座った。写真を見せられた。おっさんの長女、次女、嫁、そして俺長女の写真。写真見てびっくり俺長女とおっさん次女そっくりだった。俺長女とおっさん長女が同じ幼稚園で、運動会の時に俺長女を見たおっさん腰抜かすほど驚いたそう。俺長女は残念なことに俺そっくりだったので俺長女にそっくりなおっさん次女も俺にそっくりだった。おっさんは俺とおっさん嫁の不倫を疑い更新所を使い俺のことを調べていた男2名は更新所の調査員だった。富士ちゃんとカボちゃんは昔似てたし、石川ひとみと倉田真理子も似てたよね。でも今はどっちも似てない。そんなもんだぞ、の隣町のおっさん。更新所使う前に次女の DNA 鑑定すりゃいいのに、オチは弟が不倫してた、かな。実は俺氏とおっさんが生き別れの兄弟とかそんなオチかな。山口県の誤送金で思い出した話。昔、ATM で振り込みする際の限度額がなかった頃、銀行内の ATM で現金で振り込み手続きをした。金額は50万。そしたら ATM の画面が係員を呼んでくださいみたいな画面に切り替わったので、備え付けの電話で係の人に来てもらった。係の人は画面を確認して少々お待ちくださいって中に戻っていったんだけど、
3分で戻ってきてお待たせしました。こちらでもう一度お手続きお願いしますって現金を渡された。金額は3万円。自分は？試しに1回これだけ入金してみろってことなのか？とか思いながら。一応確認のため、この3万はどういう金額なのですか？と聞いてみた。そしたら係の人は今お振り込みになった金額ですと返答。自分がいやいや、振り込んだの50万なんですけどと返すと、けげんそうにしながらも確認しに行ってくれた。で、今度は10分くらい待たされて申し訳ありませんでしたって、50万持ってきてくれた。当時オレオレ詐欺が増えて ATM からの振り込み金額の限度額が設けられた頃で、知らずに手続きしてしまったためらしいんだけど、ATM と壁一枚隔てた向こうでなんかガサガサやってるのが気配でわかって、待ってる間、壁って意外と薄いんだなとか思いながら、自分には大金なので50万ちゃんと返ってくるんかなって内心修羅場でした。俺の郵便貯金に間違いで、5万円送金されていたので全部引き出し、使ったよ。500万円ならば、使わないよ。後日裁判されて支払いになったら困るからね。5万円ならば、お返しするさ。その後誰も返せと言ってきませんでした。43年くらい前の話です。自分はあまり関わっていない立場だけど入ったばかりの社会人サークルでサークル長が訴えられそうになっている。自分が見学した時は皆に慕われるサークル長という感じだったんだけど実際はそうではなかったらしく。サークル長によるモラハラセクハラが横行平気で人の体型をバカにしたり、人間性について否定する。自分の言うことを聞かないと怒鳴り、机を蹴るは当たり前で人によっては首を掴まれて肯定するまで締め付けられた。自由参加なのに忙しくていけない人に対して強制的に他の用事を取り消させる。サークル長の信仰している宗教団体の教会に参拝を強要される。楽器サークルなのになぜか宗教団体の教えを活動中に語られる。休憩中にボランティアに参加したことを話していたサークル員に突然ボランティアなんかより入信して布教した方が人のためになると言い出す。辞めるにしても問い詰められて脅しにかかるので怖くて辞められず、楽器に対する技術や取り組む姿勢とかで尊敬する部分もあったので続けていたけど精神的に限界だとしてこうなった様子。自分はこのまま逃げようと思っているけどこの様子だと巻き込まれそう。気持ちはわかるが殴ったって一時的な解決にしかならないよね。こういうやつは法的に締め上げて社会的にまつまるしないと。誰かに空き家を貸してたんだろうけど、その詳細と真相が書かれてないのでモヤモヤしますね。そこを省くのならこんな長文にする必要ないと思います。それと物騒なご時世だから一定以上こじれそうなら躊躇せずにおまわりさんを呼んでもらっても良いと思います。おまわりさんは迷惑でしょうがその他の全員が納得できて安全も保証されますから。最初から祖父母宅って書いてあるから貸してたなんて連想させる書かれ方なんてどこにもないのにどうした。空き家のままで風を通しに行ったり雑草引いたりくらいの管理をたまにおじさんがしに行っててそれがこの日だと聞いてたから直接祖父母宅に行った。矢印あれいないな。ガチャガチャ。矢印ご近所さんに見つかる。くらいに呼んでたけど。確かに警察呼ばれてもちょっと恥ずかしいくらいで何にも問題ない気はする。長文で混乱させてしまってごめん。3の流れで合ってます。警察呼ぼうとした老人は悪くないし、妹は紛らわしい行為を反省してるだけの話です。どこを呼んでババアだと決めつけてるのかなぞ。家貸してたと誤読して文句言ったり、じじいと決めつけてみたり、どっか威力どこに落としてんだよ。道路側から恐ろしい形相で近寄ってくるご老人が男か女かって話ですよね。数年前、俺の母親が丸んだ祖父の金を取り上げようと地方の祖母を医療施設に入れたら、祖母が施設で知り合った男と結婚すると言い出した。祖母半ば、相手の男後半。相手の家族と話し合いしても当人同士のことだから好きにさせますと取り合わない。某信仰宗教が絡んでて大変だった。結局、祖父母宅を人手に渡し貯金も細かく分散して無一文のような状況にしたら、相手もやっと手を引いた。
強欲なバカな母親のおかげで祖父母宅と思い出が全て消えた。それ相手に金全部取られてばあさん捨てられて、家も全部取られるパターンだよ。無一文のばあさんの面倒は多分あなたの母親が見るんだよ。思い出がとかアホかよ。あなたの母親は最善の行動取ってるよ。一行目からおかしいもん。地方の老人を施設に入れるのは普通であって。母親は何も悪くないのに何言ってんだこいつ状態。どうせ自分はばあちゃんの介護もせず金も出してないだろうにさ。最近は珍しくもないがかなり前に廃墟になったホテルに一人で下見がてらに行った。他人と勝ち合うのを避けるために平日昼間に行ったものの失敗だった。ある部屋に行くと、顔は可愛いが見た目がやや薄汚れたホームレスっぽい30代な女性が病んでるのか俺に暴言を吐きながら物を投げてきた。が、しかし話を聞くと遠方から夜逃げしてきてここに来て、男から襲われたらしく俺も誤解された様子。風呂や何かは近くの施設で済ませてるらしく異臭はしないものの、明日ジマルを考えてるらしく、人生最後に俺はセマルクスしようと誘われたわけで抱きつかれた。容赦は悪くはないし聖丸旺盛な人ならやってると思う。けど明日丸ぬとか言われた日にゃ。断って帰ってきたが彼女はジマルしたのだろか。何の下見だよ。いや最後の場所だな。前の会社でお世話になって今も LINE やメールのやり取りをしている先輩がなぜか電話してきて私に自身の性犯罪を告白しやがった。10年以上前で時効になっているみたいだけど犯罪は犯罪、気持ち悪い存在にしか思えなくなった。その後、酔っ払って意味不明なこと言ったという弁明と謝罪が来たけど縁切り以外考えていない。これからまた修羅場になるかもしれないけど頑張る。うちの人事が圧迫面接やってたみたいで。その内容がひどすぎて裁判沙汰になってる。謝罪しなきゃ訴えるって言われた時に謝罪しておけばよかったのに。バカ社長が謝るどころかネットに晒したら訴えるぞって怒鳴りつけたみたい。弁護士相手に。人事も社長もバカすぎる。その方がもっと甘えてるじゃん。ブラックであろうと働いてるだけ立派だよ。とは言うものの。があまりにもめめしすぎるけん。そのバカ社長の元で働いて給料もらってるやつが。正論振りかざして社長批判しても説得力がないって話じゃね。親にただ飯を食わせてもらってるニートが親の悪口言うようなもん。親に感謝だね。ニートに延々とネトゲされてたらそやな。親御さんが業者頼んでくれてよかったね。ニート置いて家族の方が引っ越す話もう。恨みの気持ちはあるの？シンプル友人が。いとこの挙式で泣くなんて変ドレスも白っぽいし実は新郎と浮気してるのかもと吹き込んでいとこの家が荒れてる。まずは落ち着いて薬飲めよ、決まるがい。会社の上司が盗撮で捕まった元警察の人で、天下りでうちの会社に来てた。一応元県警の人間がやらかした不祥事だからニュースになるかなと思ったけど一切情報が漏れてないのが闇う。もう数年前の話だけど、兄の彼女に虚言癖の変態が丸字扱いされ兄の彼女に毎日暴言吐かれ、兄の彼女は私の母に妹さんは頭がおかしい、私は刺されるかもしれない、と泣きついたりして私が原因で兄と彼女が別れたことが個人的修羅場。あなたの家族が気狂いと別れられてよかったね。私の家族も気狂いだよ。母親はで妊娠の若ママ元キャバ嬢スナック、兄は私に性的虐待、兄は大丸で逮捕されてたし、機能不全家族、私は家族と縁切った。兄貴の元カノは兄と別れた後に別の男と出来婚したかと思えば出産後2ヶ月で旦那の車で電柱に突っ込む自丸未遂して、子供旦那の実家に親権取られて今一人身よ。なんだ、兄貴の彼女関係なくもともと修羅場人生じゃん。反応欲しさの嘘末創作だらけでこのスレもいよいよ終わりだ。ふん、俺が中学の時の話。俺矢印小学低学年で両親離婚。実母に引き取られるが、中でジップの方に移動っていうのか？実母矢印不倫の末に離婚。
俺を引き取るがテンプレのようにネグレスト開始。その後、俺が中の時に男と愛の逃避行。現在に至るまで消息不明。当時手前。ジップ矢印最初の嫁に不倫された挙句、後に DQN に成長した息子を押し付けられた不幸なおさん。当時40代半ば。ママ母矢印最初の印象はサバサバしたスレンダー美人なお姉さんってとこ。この出来事で元ヤンということが発覚。当時アラサー。気前矢印当時はマジ天使。今は美人だけど大悪魔に成長。当時年少組。3回に分けます。で、新家族に。なんやかやとあって、ぎこちないながらも生活してたわけよ。そりゃ当時は立派な DQN で金髪ピアスの中だったから父親もママ母もおたおただったと思うよ。でも特にママ母はかなり気を使ってくれてたし、心のケアにも尽力してくれてた。それが分かってたから DQN なりに負担をかけたくなくて、家庭内では聞き分けよく、素直で良い子に徹してた。あ、ちなみに義妹は最初からニーニって呼んで抱いてくれて DQN メロメロだったよー。で、春休みの前くらいに義妹の朝の用意をしてた時ママ母に着替えを聞こうとして、ちゃんって呼んだのよ。それを義妹が聞いて、なんでニーニはママのことママって言わないの？って聞かれたんだよね。そん時ニーニはママって言っちゃダメなの。義妹はいいけど、ニーニはダメって言われてるのママに？違う、別の人から。その後先に出ようとしたらママ母が、義妹を送迎バスに連れて行くから帰るまで家にいて、遅刻は認めるから、ってさらっと言ったんだ。普通の表情で、それで待ってた。で、帰ってきたらいきなり胸ぐらつかまれて、聞いたことのないドスの聞いた低い声で、さっきの話、どういうこと？誰に言われた？言えって。ビビってつい本当のことを喋った。俺が引き取られる時に何人かの親族と顔合わせみたいなことをやったんだけど、そん時にママ母の兄嫁っていうのが誰もいないところで、他人がのこのこと入り込んできてママ母ちゃんかわいそう。早く自立して出て行きなさいよ。それと、ママ母ちゃんはあんたの母親なんかじゃないんだから、お母さんなんて呼んじゃダメよ。ママ母ちゃんは義妹ちゃんだけのママなんだから、って言ってきたんだわ。まあ中の DQN なりに、まあそうだよなって思ったから言う通りにしてたんだけど。それ聞いたママ母は兄嫁に電話して、ふざけたことを子供に吹き込みやがって二度とうちの息子に関わるな今度やったらぶっ丸ロスぞ。って、おまけに携帯を壁にワインドアップでぶん投げて破壊を。その後フルスイングのビンタ食らって、リビングに引きずっていかれ、ソファでコンコンとお説教食らいました。ママ母もボロボロ泣いてるし、俺も号泣。ママ母の胸で泣きまくってたら泣き疲れて知らん間に寝てたくらい。ママ母は寝てる間、ずっと抱えててくれてたよ。そっからすぐは無理だったけど母さんって呼ぶのになんとか成功。距離も縮まった。後で聞くとママ母も俺との関係に悩んでたみたい。なんか子供らしくなくて、無理してるみたいだけど私のせい？って父親に相談してたみたい。今は誕生日と母の日は必ずプレゼント持って実家に帰ってます。お前ら付き合ってるのか？って義妹や嫁にからかわれるけどね。文中、便宜上ママ母や義妹って書いてるけど、普段はこんな呼び方や表現しないから念のため。金髪ドクンが殴られる意味がわからん。枕が涙で濡れた、悪魔になった義妹の話は？その時がニーニの初丸印。嘘松でもいいかな。よかった、病気の子供はいなかったんだまとな。彼女二つ上の女子大生にプレゼントされたお揃いのペアリングをたまたま部屋で外してたところを見られてめちゃくちゃ怒られた。普段はおっとりしてて今まで喧嘩どころか口論すら一度もしたことなかったのにこんなことで切れるの？って軽く引いてしまった。自転車通勤してた時に学生の不良グループやお薬やってそうなチンピラ、祭りや野球観戦の帰りっぽい酔っ払いのおばさんに絡まれたことが何度もあった。修羅場っちゃ修羅場だが、これ復讐いた案件だろ。
誰ぞ復讐板に天才よろ。NTR の基本がわかってないよね。草の使い方に特徴ありすぎて萎えるので。草使わない方が少しはマシかも、知らんけど。過剰な暴力描写は動画受けいいからね、入れないわけにはいかないのよ。顔にやけどとか痛い話は面白くないし、ただの BQN だし。小一の授業で外来語などという言葉を使うかよ。ましてや漢字う、ごめん、小二だったかも。小三の夏前なのは確か。とにかく真面目に授業を受けただけなのに三原純子の刑にあったのがトラウマなんだわ。サボってたなら仕方ないけど、なんでこんな目に遭うんだと本当に当時泣いたわ。しかも飯抜きだし。もし母と同じような教育をしてる人がいるならすぐに止めるように言いたい。まあ母も中卒を親戚にバカにされてかなり追い詰められてたんだろうけど、それが体罰してもいい理由にはならない。悪いけどマルチポストはしてない。初めて書いたんだが、ヒントいつものじいさん、顔はやばいよ、ボディやんな、ボディを。身内が似たような経験したけど海外旅行なんてしてないのにハワイかどっかでの利用履歴があった。カード会社の方から気づいて補填してくれたから身内には被害なかった。損失はカード会社が被ることになるから、カード会社が警察に届けると思うよ。私もカード会社から連絡があって、iTunes で曲をダウンロードされた際、私のカード番号が使われたと。ただ、台湾からだったので、不審に思ったカード会社が即電話をくれたみたい。台湾どころか、海外に行ったこともないのに。まずは、iTunes とかでちょっと使ってみて、バレなさそうなら高額な商品に使用する手口みたい。クレカの不正利用は4回あるな。このざまで不正利用された時はこのざまでたらい回し。なんとか粘って跳ねさせた。あとは行ったこともなければ信者でもない。アメリカの教会に2ドルだか3ドル寄付してた。そのクレカ自体破棄になって新規で発行したけど、確か再発行の手数料はこっち持ちだったと思う。いや、一つ、カード情報が盗まれたのはここではないか。その心当たりがあるのだが、それがこのサイトなのだよ。イロベスググ。クシズインデックス。ふふ。メインページアドバンストサーチリザルトサーチインデスクリプションキーワード EACEBED。もう閉鎖されているのだけど、登録した時から少々、まずかったかなと思っていた。このサイトは、バイクの部品を探している時に見つけたサイトだったのだが、サイトを見ればバイクの部品ではなく、手芸用品を売っているサイトだったのだ。そこにバイクの部品があるのは妙だと思ったが、安かったので登録して購入してみたのだが、いくら待っても商品が届かなかった。その時に、あれ、これはまずかったかなとは思ったのだが、カード情報を盗むための偽通販サイトであったのかもしれない。救急車は呼んでくれないんですね。大事なくてよかったですね。すぐ近くって書いてあるじゃん。休めないほどの仕事はどうしたの？入院中は休ませてもらったよ。完成品の納品や配達は家族に代行してもらった。麻痺は翌日には治ったし、視界が二重に見えるのも1週間ぐらいで治った。個室だったから取引先あちこちに連絡入れた。久しぶりにたっぷり12日休んだ。退院した日の午後から働いたけどね。とりあえず急ぎの仕事は終わらせたようだよ。明らかに脳の病気の症状なのにのんきな人って多いよね。自分自身が外傷性くも膜下になった時も周りが救急車呼んでくれなくて危なかったわ。周りが無知で手遅れになる人が多い病気だよね。冗談混じりだけど、まずはくも膜下出血疑うわ。大きな病気を疑っとけば熱中症なら笑い話になるけど、逆は笑えんからな。怖いね。丸にかけとという意味で人生最大の修羅場。数ヶ月休みもなく仕事に明け暮れてたある日、いつものようにオーブンのある食理返しの部屋で一人で仕事してたら気持ち悪くなって立てなくなった。とりあえずそこで横になったら変ないびきかきながら5分ほど寝てしまった。気持ち悪さが少し改善して起きたら世界が縦に二重に見えるようになってた。
とりあえず急ぎの仕事終わらせて、午後から名車に行った。他に気になるとこはないかと聞かれて、右手に力が入りにくいのと水飲むと右の口の歯から少し水が溢れると伝えた。医者が席を外して少ししたら戻ってきて病院の脳神経内科の先生に直で話しつけたから今すぐ行ってください。お代は結構ですので急いでと言われてすぐ近くの救急病院に行ったら MRI かけられて脳梗塞なので入院ですって。熱中症じゃなかった模様。水分とバランスの取れた食事は大事だね。危うく丸抜かれたきりになるとこだった。医者でお代は結構と言われたのは初めてだった。以上、香ばしいクズたちの実況をお送りしました。コッペ。夜勤後の代休だから、修羅場を取ろ。高校時代、好きな人に告白する前に玉砕。玉砕理由が、〇〇自分のことは別に好きじゃない。絡んでくるから相手しているだけっていうのを耳にしたから。その後特に何もなく大学へ進み、実習で出会った人とお付き合いして結婚。今年に入って、高校時代の同窓会が行われたので参加。参加していた高校時代好きだった人に、あの時好きだった。告白するのを待っていたと言われた。頭の中ぐっちゃぐちゃになったけど、玉砕理由を伝え、同窓会を後にした。家に帰って嫁と子供の顔を見るまで、頭の中が修羅場だった。漫画みたいだろ？ネタだと笑ってくれ。定番ありきたりネタコピペオツな話。今年5月の子供の日の夕方に、元嫁が肌が黒い子供を産んだ。元嫁爆笑するわ、元ギフ母気絶するわ、俺足に力はいらなくてへたり込んで賞を漏らすわでなかなかにカオスだった。俺の子供じゃないことには元嫁と元ギフ母はうすうす感づいていたけど、肌が黒い子供が生まれませんようにと願掛けをして出産に臨んだと後で聞いた。それでも、DNA 鑑定をとあがいていたのはさすがに笑った。相手側全員グルだったという修羅場。このまま続けるわけにはいかないだろうかと寝言を吐かれたけど、どこまでバカにするんだと切れて、もらうものもらって速攻で離婚した。私も修羅場？話してもいいですか？ギフはニコッと笑っていたが私はそれどころではなくフラッシュバックと、吐き気で立っていられずその場に崩れ落ちた。約13年前、私は中学校受験を失敗してしまったため高校から進学校に入るという課題を背負っていた。夜遅くまで某大手集団塾に通いひつまるに勉強を続けた。その時の精神状態は今考えると相当おかしかった。帰りも9時頃になることが増え、息抜きに外食をすることも増えた。そして、ある日マックでシェイクを飲んだ後帰宅中に男性に襲われた。路地に連れ込まれ下着に手を入れられ陰部触られた。私は運よく逃げ出すことができたが、それから私は男性、特に中年の男性と話すのすらダメになってしまった。もちろん両親はこのことを知ってる。そう、この犯罪者こそがギフだった。あの日のことが鮮明にフラッシュバックしてしまい、その日は食事もせず夫に連れられ家に帰った。その後から私の人生は壊れていく。元夫の顔にギフの面影を感じてしまい、話すことすらできなくなった。元夫も義母にいろいろと問いただすと元夫が地方大学に行っている間にギフは性犯罪で捕まっていたのだった。義母はギフのせいで結婚がダメになるとした隠しにしていたらしい。元夫でフラッシュバックしてしまうからには普通の夫婦生活なんてできるはずもなく、私たちは離婚へと進んでいった。私たちは共働きだったし、どちらも反ミニマリストのような人間だったから貯金を頑張って立派な注文住宅を買うのが二人の夢だった。もちろん夫だけの収入でもある程度貯金出るけど、私も働いているから相当な金額が2年で溜まっていた。8桁。ドデイから、参加後には私は実家に避難し離婚関係は両親主導のもと進められた。でも、心から愛していた人だから最後は頑張って出席したりしていた。元夫が提示した条件は、慰謝料として貯金は全て私に。元夫の車、家具家電など好きなものを何でも持って行っていい。という条件だった。私はそれを承諾、無事、離婚をした。
それから1ヶ月後私も吹っ切れ始めて、家族ともらった貯金で温泉に行くことになった。両親は私の行きたい温泉街に行って、好きな旅館にでも泊まろう。と言ってくれたので私は元夫からもらったノートパソコンしみじみと、開き検索をしようと検索バーをクリックした。検索履歴を見て私はすぐに電話を手に取った。連絡帳から消した元夫の電話番号を慣れた手つきでキーパッドで入力していく。電話をかけた、しかしこの電話番号は使用されていませんと虚しい機械音だけが鳴った。元夫の仕事仲間の人に電話をかけた。夜10時なのに心よく電話に出てくれたが、元夫のことを聞くとやめたと言われた。すぐに電話を切り、両親と一緒に警察署に赴いた。結局その検索履歴不時受解についての検索だった。そして元は今も見つかっていない。警察の人もおそらく相当奥で釣っているとのこと。そして私は今元夫に呼ばれている。寝ていても起きていてもおいでという声が途切れることはない。この書き込みも多くのフェイクを入れてはいるが、知ってる人が見ればすぐにわかる内容だと思う。あの日私が傷つけてしまった元夫への贖罪と彼の名誉のための書き込みです。今は YouTube などにスレが投稿されているので多くの人の目に触れられると思い、そろそろ私も呼びかけに応えたいと思います。長文、連投失礼しました。最後までありがとうございました。臭すぎる捜索、性犯罪者の家族は不幸になるというだけの当たり前の話ね。あなたは悪い要素ないじゃん。小説字見てて自己陶酔してる。小説字見てるっていうか普通に捜索だと思う。俺も最近3つほど修羅場あったよ。一つは妻が財布に入れていたモンスターっていうリップ口紅を盗まれたこと。犯人は印鑑だと思ってたのに騙された被害届ですって、なぜか自分で警察に駆け込んで勝手にドナドナされた。もう一つは俺がデブで汚いニキビ豚だった中学時代同級生に傲慢された時の映像や写真をネタに妻が揺すられてたらしくて、俺のトラウマに関わることだったから一人で解決しようとして家出したこと。妻に愛してると言ってみるスレにちょこっと書いたけど、愛してるって言ったら妻が家を出て行ったんだ。無事帰ってきて弁護士挟んで解決できたけど、個人的にはかなりの修羅場だった。ノルマンディ上陸作戦ってこのスレで対象にしてる修羅場としては適切なの？とで言ってノルマンディ上陸作戦結構日の暗号ねえ。この場合の例えとして適切なの？顔合わせ来週の丸日にするから、もう飛行機もホテルも取ったからお店よろしくね。俺、嫁ともどもどん引き。確かにそろそろ顔合わせとは言ったけども勝手に日時を指定してくるとは。しかも年末近いため店の予約だって取れるかわからない。向こうの親の都合もあるし、俺も嫁も休みを取れるかわからないから一旦全部キャンセルしろというも、その日しか空いてない。こっちはもう全部手配を得た。キャンセル料もかかるし、そっちが何とかしろと言って聞く耳を持たない。仕方なく、急いで義父母に確認を取り、無理を言って開けてもらった。お店も、妻一家が昔から馴染みにしているお店に相談して、大事なことだし貸し切りにしてあげるよとかなり無理を聞いてくれた。なんとか準備を控え、顔合わせまで3日後となったタイミングで再び実母から電話が、予定時間に間に合わなくなったとの連絡だった。大丈夫大丈夫、私たちのことは心配しないで先にやってて。心配とかではなく、顔合わせに遅刻されては妻や義父母、腕によりをかけて料理を作ってくれてる大将さんに申し訳ない。何より勝手に日時指定してきたくせに遅れるなんて失礼すぎる。義父母に説明するから、なぜ遅れるのか理由が欲しいということと、車で迎えに行くからいつに着くかだけ教えてくれと言った。ジップの仕事の都合で早い時間に飛行機変更できないし、ホテルのチェックインの時間が後か荷物が後か納得できない理由を言われた。飛行機の到着時間を聞いても大丈夫心配しないでとの一点張り。俺が車で送ってなんとか間に合わせるから荷物も車に置いたままにして顔合わせすればいいと言うと、なんかやたらと歯切れの悪そうにもごもごする実母。何度も問い詰めるとその日の朝早い時間には到着しているということを白状した。
なんでもせっかく遠出をするのだから午前中に観光をして睡眠をとって、準備から顔合わせに行きたいとのことだった。どうしても大事な用事とかで遅れるわけじゃないなら顔合わせをできるだけ優先してほしい旨を伝えると実母が激高した。親に指図するな。今まで育ててやったのにネチネチと親を苦しめやがって親不孝者。顔合わせなんてやめようもう行きませんなんであなたたちの都合でこっちが振り回されなきゃいけないの。唖然とした。結婚という大事な場面でも自分のことを第一に考えてくれない実母に対し、怒りと寂しさと情けなさが一気に込み上げてきた。自分の子育てでもこうやって嘘をつかれ、時には暴力や暴言で黙らされ、実母の言い分を通されてたのだと思うと辛くて仕方なかった。しっかりへそを曲げてしまった実両親はなんやかんや理由をつけて顔合わせを欠席。せっかく融通を聞かせてくれた妻のご両親、お店にはひたすら頭を下げて予定していた店で食事会をすることとなった。関わってくれた人たちが理解ある人たちで本当に良かった。食事会の席では、今回のことを受けて、本格的に両親と縁を切ろうと思っていることを妻と義父母に相談した。もともと、毒親家系で育っていたことは相談していたし、今回こういった形で迷惑がかけてしまったため親身に相談に乗ってくれた。しかし俺の仕事の出張が食事会の後、すぐにあったため、出張から帰ってきてから本格的なことは出張が終わったタイミングでやろうということになった。それが間違いだった。出張先で妻から電話がかかってきた。妻は必ず電話の前に一言 LINE を入れる人間なのでどうしたものかと思い、すぐに電話に出た。電話口から妻のすすり泣く声が聞こえた。とりあえず仕事を中断し、妻の話を聞くところによると実母から詫びの電話が来たらしい。詫びと言っても形だけで、実際は俺と妻への罵詈雑言を浴びせるためだった。向こうの言い分では、今回の件は俺がつまらないことにこだわったせいでめちゃくちゃになってしまって本当に申し訳なかったということだったらしい。その後は妻に対して孫の顔を見せないなんて信じられない親不孝恥ずかしくないのかといったものだった。若干表現をマイルドにしています。俺たち夫婦は互いに思う部分があってそれぞれの理由で子供を避けらないと納得していた。そこには詳細は書けないがお互いデリケートな理由があり、妻は耐えきれず俺に泣きながら電話してきた。それを聞いて、幼少期から今まで我慢してきたものが一気に壊れた。すぐに実母に電話をかけた。頭に血が上って覚えていないが、妻に対してそのようなことを言ったのは本気で許さないということ、今回のことを受けて絶縁宣言をした。親族の冠婚葬祭も今後は行く気はない、遺産は1円たりともいらないから二度とこちらに関わらないでほしいし接触を試みるなら警察か法的措置を取るということは伝えた。その後、今まで幼少期から自分がどんな仕打ちを受けてその度にどれだけ傷ついたかを LINE で送った一番最初のレスの URL 先に書いてあることにプラスアルファしたもの。その後、すぐに父親から電話が来た。お前ら夫婦は精神状態がおかしい特にお前は家に帰ってきて面倒見てやるから頭を冷やせ。どうせすぐうまくいかなくなって別れるんだし早くした方がいい。お前なんかがいても向こうの家族に迷惑だ。明日結婚祝い振り込むからとりあえず落ち着け。今までジップは家庭内で俺に対して無関心を決め込んでいた。接する回数が少ないからかもしれないが、実母に比べてまだ話が通じると思っていた。しかし、それが間違いだったということのショックがすごかった。俺は本当にまともな環境で生活してなかったのだという事実が苦しかった。もう話し合えないと思い、俺と妻ともに未養親を着信拒否、ブロックをした。するとすぐに、義父母から連絡があった。義父母のもとにこのような LINE が来たらしい。〇〇の被害妄想がすごくて驚いた。嫁ちゃんともうまくやれてたのにとても残念です。すべてうまくいってたのに〇〇に振り回されて、ぶち壊されました。とにかく一番悪いのは〇〇です。子育て失敗しました。もうこの人は一生このままなのだろう。
両親を否定し、縁を切ることは自分の今までの暗い時代を全て無価値のようなものにしてしまう気がして先延ばしにしていたこと、そのせいでいろんな人に迷惑をかけてしまったこと、自分の先読みの甘さのせいで妻を傷つけてしまったことを本当に後悔している。それから約1年、俺は妻と幸せな日々を送っている。義父母との関係も良好で本当の息子のように接してくれる。つい先週も楽しく妻の実家で食卓を囲ませてもらった。義父母は監視の意味合いでたまに実父母と連絡を取ってくれているらしい。不審な動きがあった時にすぐに知らせてくれるため、頼りきりで本当に申し訳ないことではあるが義父母によると、実父母は最初は塩らしく丸みたいとかなり病んでいたようであるが、最近では俺がヒステリーを起こしたせいで疎遠になった。あいつは手のかかるダメな奴だ。散々金と時間をかけたのに裏切られたと言っているらしい。勝手に家を世帯住宅にしているということでモンスターアプリは健在のようだ。実刑夫婦も俺たち夫婦も住むわけないだろ。俺らはお前らが丸ぬほど嫌いだバカ野郎。以上でした。なんか自分の中で最近いろいろ思うところがあって書いてみた。読んでくれてありがとう。もう少し中身が濃く、短文で流れの良い文章を心がけようね。正直、読むのしんどい。他人のものを勝手に捨てる人って時々出てくるよね。夫のものだったり嫁のものだったり後輩のものだったりと違うけど、犯罪意識が薄いのかね。だな、どこかのまとめで読んだことあるわう。浮気した彼女を修羅場にしてやったことがある。契約社員の彼女のみーちゃんバツイチ子二人。正社員のケンちゃん既婚と不定している。契約社員の電話受付なのに急に残業をするようになる。ある日彼女会社の前で待っていたら、残業だと言っていたのに、退勤して出てきた。声をかけたらめっちゃ焦っていた。俺は冷静に買ってきた大量の下剤入りのカフェモカ渡して飲むのを確認。15分ほど時間稼ぎをした後、俺これからまた残業なんだろ？俺はただ顔を見たかっただけだから。もう帰るな。さっきまで困った顔していた彼女は急に笑顔になる。帰ったふりして彼女を尾行した。彼女はマックでケンちゃんと合流して仲良さ気に腕組んで歩き出した。そして彼女の様子がおかしくなる。内股な彼女はさらに内股になる。通過膝をクロスしながら、ゾンビのような歩き方になり座り込んでしまった。冬だったので彼女から大量の湯気が出たのを確認。周囲からも注目されているみーちゃん。匂いがきついのか鼻を押さえているケンちゃん。俺は一部始終を動画に収めてその場を去った。その足で調べておいたケンちゃんの自宅へ。これまでの浮気の証拠を投函し、鬼のような呼び鈴連打して逃げてきた。それから数日してからかな？彼女の残業不定行為はなくなった。俺に一層甘えてくるようになったが、俺ババ丸ババアとは付き合えんわーと捨ててやった。なんでそんなのと結婚したのとは言いたくないけどさすがに。フェイクありです。あるや YouTuber がいる。約40歳の男性で炎上系であり、最近アミューズメント施設にて、隣でゲームしてる人のスペースに二回も誤爆する様子を動画に収めてプチ炎上した。ファンチがたくさんいて、そのためあだ名も大喜利かのようにたくさんつけられていて、過去コラボした同業者からあいつは神聖だよと称されたため、迷惑系同業者さえも真顔にさせた男とか神聖とかキチ丸いとか色々言われてる。そしてある日、その男性や YouTuber が恋人募集オーディションを開催すると宣言した。その条件は、年齢制限あり10代後半20代前半まで。ところ丸、母性愛がある、メイド喫茶のメイドさんになってくれる人。という、ここまでが前提。その男性や YouTuber 打つの面倒なのでリクエストするがアップロードした数々の動画を見て私は誰かが何とかしてあげなければならないのでは？という。後に指摘されて反省するが、身勝手かつ謎の正義感を感じてしまっていた。前例に挙げた誤爆動画一つとっても、本気で誤爆したなら申請動画映え受け狙いでわざと誤爆したなら他の人の迷惑を考えられないバカなので、どう転んでも申請という無限ループにはまってしまい、
アンチはバカにして燃料投下、そのうちに SNS の医療福祉アカウントが考察という名の参戦をし、S を主題に用いて日本の福祉制度はと巻き込みまくりカオスと化した。アンチはもちろんのこと、福祉アカだって体操に問題だと取り上げはするものの何もしないしで、私の中で正義感傷が膨れ上がりくすぶっていく。私が、何とかしてやらなければ。そこで思いついたのが恋人募集オーディションを利用して S に接近し、S を説得した後に適切な医療や福祉と繋がせるという、おせっかいをはるかに超えた余計なお世話だった。S が募集しているのは恋人なので、恋人狩りを利用してと目論む私は及びでない存在なのだが、暴走した私は止まらなかった。私の中では S 申請の障害者という方程式が組み上がっていた。S には治療や療育が必要なのだと盲目的になっていた。そして私は恋人オーディションに応募した。そして、S の持つ障害の症状とか、受けられそうな支援とかを片っ端から調べたり猛勉強することとなる。ところで私には、小学校から一緒の幼馴染がいる。家マンションが同じなので学校じゃなくても顔を合わせることも多い。大親友だ。応募したことを親友に話すと、最初はまたまたご冗談をとか本気にしない。しかし私が応募したのは本当なので言い続けていくうちにマジで?と暗いトーンに。そこから彼女のマシンガン説教が始まった。まるちょっと待ってマジで?ありえないんですけどマジ?嘘でしょ会ったこともないくせに。第一恋人オーディションなんだよ。恋人、わかる?恋人なの。そいつ S と手を握れる?キスできる?その先のことも想像できる?恋活婚活してる男性なんて世にいくらでもいるのに、よりによって S? 募集条件も、まあおぞましい自分40歳のくせに20歳前後の女って。20歳も年下の女を募って何するつもりなんだか。そんなに年の差あったら共通の話題すらないよ。芸能人でも加藤茶が娘くらいの年下の女性と結婚してるけど、あれは加藤ちゃんが社会的地位をしっかり築いた大人で、お嫁さんもお嫁さんでしっかり物のクレバーな人だったから成功したの。二人の人間としてのスペックが高かったから成功した例なんだよ。そもそもコンカフェ娘は仕事でメイド服着てるんだっつーの。定時になったら元の女の子に戻るっての。メイド喫茶のメイドさんはファンタジー。そのメイドさんをリアルにも持ち込むなんて、現実とファンタジーを区別できない脳内お花畑。恋人メイドさんだから、あんた自身の人格ないがしろにされてんよ。あんたメイドさんじゃないのにそれ耐えられるの?お金もない、学ぶもない、障害者かもしれない、コミュ障、皮膚病です。そのせいでまたから臭い汁が垂れてます。女性にセクハラします。わらべ丸です。父丸いです。性格も最悪です。ありがとう言えません。他人に迷惑かけます。でも謝りません。こんな奴の、どこを好きになるの?神経わからん話に書いたけどレスがあまり返ってこないかこちらに。彼女の神経がわからん。彼女が最近結婚した。旦那と仲良く幸せに暮らしてるって聞いてムカつく。俺と付き合ってる時は神経わからんし、わがままばっかりだったのに、何キャラ変わってんの?神経わからんわほんま。人に迷惑かけておいて、自分だけさらっと良いとこ取っていくのがムカつく。人によって露骨に態度変えるやつって本当にムカつくよね。気に入らない人間や見下してる人間に対する態度に、その人の本性が出るもの。だからその彼女の本性はわがまま。今は旦那相手に猫こうむってるみたいだけど、そんなのどうせ長続きしない。そのうち本性出して夫婦関係うまくいかなくなるよ。負け犬すぎてはロタ。外食や旅行した時の料理や景色を SNS にアップする程度でキラキラとは程遠くいいねの数も知人友人プラスアルファくらいだったのが、アラフォー独身ババア遺体みたいな抽象されるようになり、私の勤務先が特定できてしまうような暴露されひどいデマをコメントされたりして会社巻き込むようになったんで、
会社側が対応することになり、間もなくその誹謗中傷の犯人は私の中学時代からの友人だったことが判明した。暴露内容から残念ながら近しい人たちの誰かだと絞り込めてたし、覚悟はしていたけど本当にショックだった。近しい人たちの中でもこの人たちは違うだろうと信じてたうちの一人だったから。彼女の SNS は高級フレンチのキッズデーやら一泊何万もするような高級宿、シャンパンバーでママ友会など、絵に描いたようなセレブママで、そこらの独身会社員の私を敵視する要素もなく、こんなことした理由も気まぐれの暇つぶしで悪気はないとか全然反省の色もなかったけど、私の会社の方から訴訟されてしまい、いろいろ厳しい状況らしい。でもざまあみろというより複雑な気持ち。